どうも、高井です。うまく覚え、都合よく忘れる記憶の科学。暗記の天才が使うような、とてつもない高度なテクニックではなくて、私たち凡人でも使えるような、記憶の科学によるテクニックです。仕事でも使えるし、日常生活でも使えます。これから私たちが老化していくごとに、認知症やアルツハイマーって、どうしても変わってきますよね。その、記憶の曖昧になってくる時期に対しても、どうやったら対策できるのかってことを人生の記憶によるガイドブックになってくれますので、これからその内容をまとめていきます。こちらにまとめ上げました。これから読み上げていきます。よかったらグッドボタンお願いしますね。1、記憶の付け方入門。人間の記憶力は深い意味があるもの、無意味なもの、単純なもの、複雑なもの、あらゆる情報を保持できる。記憶せよと命じられれば記憶力は何でも覚えようとする。そして条件が整えば実際にどんなことでも記憶できるのである。記憶の形成は4つの基本的な段階を踏んで起こる。1つ目は記名。蓄積したり注意を払ったりした光景、音、情報、感情、意味などの脳が捉え、その全てを神経回路の言語に翻訳し直すことだ。2つ目は固定化。それまで繋がらなかった神経活動を互いに結合した1つのパターンへと繋げること。3つ目は保持。神経活動のパターンがニューロンの持続的な構造的化学的変化によって一定期間維持されること。4つ目は早期。つながった神経回路の活性化によって学習したり経験したことを思い返し、再生し、知り、再認できるようなことだ。意識的に思い出せる長期記憶を作り出すためには、4つの段階が全て機能しなくてはならない。脳の中央の深部に位置する達の年頃のような形をした回は、記憶の固定化に欠かせない部位だ。あなたが記憶を着したり、注意を払ったりした新たな情報、あなたが面白い、特別だ、驚異的だ、役に立つ、意義深い、あるいはまさに覚えておくべきだと感じた新たな情報は、皆会話で処理され、記憶として固定化されるのである。会話は新たな記憶の形成に欠かせないが、できた記憶は会話にとどまるわけではない。記憶は、出来事や情報を最初に経験した時に刺激された神経活動をまたとして、脳のあちこちに調査されるのである。記憶を生み出されるとき、私たちはひとまとめにおられた体験情報のさまざまな要素を再活性化している。だが記憶の早期は DVD のメニュー項目や YouTube のチャンネルを選んで再生ボタンを押すのとはわけが違う。本のように記憶を読み、映画のように記憶を視聴することはできない。視覚的記憶はスマートフォンのフォトライブラリー内で自由に拡大縮小できる写真を探すように呼び出せないのだ。記憶はリプレイできない。思い出せるだけだ。2、注意を払おう。覚えておきたかったらまずは注意を払わなければならない。人は興味深く意義があり、新しく驚異的で重要で感情的で重大な結果をもたらすと思うことに注意払いがちだ。したがってそうしたことを覚えておきやすい。それ以外のことを私たちは無視する。つまり覚えていないのだ。注意を払うためには意識的に努力することが必要だ。デフォルトの活動は注意力のある方ではない。注意力様なのはすぐ暴走し、白昼夢にふけり、オートパイロット機能を働かせ、バックグラウンドで絶えず同じことを考え続けている。このような状態では新しい記憶を作るのは無理だ。何か覚えておきたかったら脳の電源を入れ、目を覚まし、意識的に覚醒して注意を払わなければならない。注意を払った対象が記憶になるということを考えると、何に注意を向けるかにも気を配った方が良いかもしれない。楽天かポジティブな体験に注意を払うため、ポジティブな出来事が記憶として固定化される。落ち込んでいるとハッピーな出来事や楽しい体験が記憶として固定化されにくい。毎日魔法のようなワクワクを探し、喜びと驚きの瞬間に注意を払っていると、そうした瞬間を捉えて記憶に残せるようになる。スマートフォン、Facebook、Twitter、Instagram、通知、メールの別の頭の中を駆け巡る様々な思考。これら全てが注意力散漫の原因となり、ひいては記憶力低下の原因となる。ギガ中原因を最小限に抑えたり、取り除いたりすることで記憶力が向上する。十分な睡眠時間をとり、瞑想し、ほんの少しカフェインを取ることで、ギガ中の大幅に減らすことが可能だ。注意を払う能力を強化し、そこから長期記憶をしっかり根付かせることもできるようになる。3、今この瞬間の記憶。ワーキングメモリーは現在という瞬間を覚えておく記憶力だ。たった今着した光景、音、匂い、味、感情、言語の内容を前頭前野で容量の限られた長続きしない保持スペースに留めておく。ワーキングメモリーは常に稼働しており、何であれたった今経験したり注意を払ったりしたことをその場で使うわずかの間だけ保っておく機能だ。見たものを一時的に保持しておくワーキングメモリーを認知心理学の用語で視空間スケッチパッドという。すぐ消えるインクで普通にメモを殴り書きするようなものだと考えてもらえばいい。聞いたことを覚えておくワーキングメモリーはオンループと呼ばれる。視空間スケッチパッドの彫刻版だ。今耳にしたばかりの内容を瞬間的に頭の中でオウム返しにする機能で、いわば世界一短いサウンドトラックだ。ワーキングメモリーの領域には情報はなく留めておけない。視空間スケッチパッドに視覚情報、オンループに直情報を保持しておけるのはわずかに15秒から30秒程度、それだけだ。それ以上経つと保持された内容は次に入っている情報と入れ替わる。
ワーキングメモリーは極めて短命なのに加え、保持できる容量も限られている。15秒から30秒の間に覚えておけるのは7プラスマイナス2個の情報だけだ。7プラスマイナス2というマジカルナンバーは、チャン化という規則性や意味によって、まとまりのあるグループに区切れば、それ以上に増やすことが可能である。例えば皆さんも電話番号を覚えたいときに、以下のように一つ続きになったら10桁の数字としては覚えないだろう。617-555-4062。こうやって覚えるはずだ。617-555-4062。10桁の電話番号がワーキングメモリー容器に収まるのは10個ではなく3個のまとまりに分かれているからだ。市外局番、3桁の市内局番、4桁の加入者番号の3つである。さらに電話番号は独特のリズムと不思議に乗せて口にすると多いが、それがオインループで情報を保持する才能の助けとなる。覚えたい内容をチャンごとに区切れば、多くの情報をワーキングメモリー容器に収めることができるというわけだ。逆に言えば、扱う単語が発想に時間のかかる言葉だと、7プラスマス2個より少ない数しかワーキングメモリー領域に収まらず、したがって覚えることもできないということだよ。オインループが使えるのは単語数にかかわらず、約2秒以内発音できる内容だけだ。その内容を保持できるのも、15秒から30秒後にサノトラックが消えてしまう間に限られる。仮にワーキングメモリーを使って単語リストを暗記するとしよう。載ってる単語のシラブルが多いと、暗記はより難しくなる。単語接合が5つ載ったリストであれば、人はワーキングメモリーを使って平均 90% の再生リストを目指せる。ところが、語音接続が5つのリストとなると、再生率は 50% に落ちる。語音詞の単語は頭の中で読むのに時間がかかるために、記憶保持が困難なのだ。4、マッスルメモリー。昔あなたスキルを再現できるこの能力は、俗にマッスルメモリーと呼ばれている。集中的な練習を何度も繰り返すことで、それまで無関係だった2つの一連動作がつながり、別個の動きをぎこちなく続けるのではなく、1つの滑らかな運動として行えるようになる。正確なパターンを記憶されれば、どうやって行うかいちいち意識して考えなくても、流れるように素早くより的確に実行することが可能になる。マッスルメモリーは大脳基底核と呼ばれる脳の部位で一つにつなげられる。一連動作の手順を繰り返し練習すると、それは結合したニューロンの活動パターンで変化される。同じ機能が使用続けるにつれ、小脳と呼ばれる脳の部位がインストラクターのように付加的フィードバックを与える。次第に動作に修正や微調整が加えられていく。こうしてスキルが上達するのだ。やがて練習を積んだスキルは安定し、着実なものとなっていく。初心者から熟練者として成長を遂げると、そのスキルによって活性化される運動量の部位が拡大することが脳スキャンを使った研究で分かっている。例えばピアノを弾く人は指の動きを司る運動量の部位が大きくなり、名ピアニストは初心者に比べその変化はより広範囲で起きるという。脳の変化に必要な練習量を正確に規定することが可能だが、新たなスキルを獲得するには、名前や駐車場所を記憶する場合よりもはるかに多くの反復が必要となる場合が多い。1万時間を超えれば魔法のようにスキルが得得できるわけではないが、集中的な訓練を数多く反復してこなすことで、どのようなスキルであっても相当の重達が見込まれる。一度習得したマッスルメモリーは、意識して思い出そうと努めなくても再生される。実際にはやり方を思い出しているのだが、その過程は意識には上らないのだ。5、脳内ウィキペディア。注意を払われ、重要だと見なされたために、ワーキングメモリー、指数や定めも投げた情報は、会話で固定化された後、長期保存中とされる。このように意識的に保持できるのは、知っていることで起きたことの記憶である。知っていることの記憶を意味記憶といい、記憶内容は学習した知識や自分の人生や世界に関して知っている事実だ。いわば脳内のウィキペディアである。意味記憶の情報は学習時の細かい状況を思い出さなくても想起できる。それはいつどこでとは切り離された知識である。起きたことの記憶、いつどこでとは密接に結びた情報の記憶をエピソード記憶という。エピソード記憶は覚えていると表現する。一方の意味記憶はただ頭で知っているだけの知識と感じられる情報だ。エピソード記憶は個人的なもので常に過去の記憶だ。意味記憶と情報の記憶で、特定の時間軸に縛られない。対象となるのは事実だけだ。まだ小さい頃に学んだ知識で、その時のエピソード記憶は時の経過とともに薄れてしまう。いつどこでは忘れてしまい、学んだ内容だけを覚えている。脳内に保管されるデータは全て意味記憶である。そのため、多くの情報を知りたければ、意味記憶の形成と早期の両方をスムーズに行わなければならない。長期間持続する意味記憶の形成には、通常学習と反復練習が必要で、情報を保持しようという意図的な目的意識がある場合が多い。暗記には反復と努力は課せないのだ。では、新たな意味記憶を徐々に脳に刻み込んでいくのに必要な、日々の習慣的な体験の反復をしている暇がない場合はどうすればいいのだろう。一週間かけて少しずつ勉強するのと、前日に一夜漬けで勉強するのと、どちらの方が長期的にわたって記憶を保持できるんだろう。合計の勉強時間が同じなら、一夜漬けよりも何度かに分けて勉強した方が効果的だ。情報を記憶したい場合、感覚で復習した方が、会話学習内容を完全に固定化する時間が取れるようになるからである。これを分散効果という。分散学習を行えば、記憶内容の神経回路を劇的に強化してくれる。自己テストの期間も得られることになる。新たなデータを効率よく復習したいなら、覚えたいデータは何度も繰り返し脳に提示するだけでなく、何度も繰り返し脳から想起する練習もした方が良い。
つまり自分自身をテストする自己テスト行うのだ。ただ読み込みに8、3、21と唱えるだけではない。8ヶ月さんの答えはと何度も自問するのである。自己テストを行い正しい答えにたどり着ければ暗記した情報を補足できたことになる。思い出す行為はその記憶の神経回路を再活性化して強化し、記憶をより強固にしてくれる。暗記したことをただ繰り返すだけでは情報に自動的に接し、情報を自動的に何度も受け取っているに過ぎない。早期は行っていないのである。その結果、記憶を強化してくるはずの追加ボーナスを見逃している。繰り返し暗記を試みるより繰り返しテストをするが効果があるのだ。情報を覚えておくためには、どのような種類の記憶であり、記憶を作り出し思い出すためには意味が重要になってくる。脳はつまらないことや重要でないことを熱心に知ろうとはしない。知識を増やしたかったら、情報を意味のあるものに変えることだ。情報に意味を深くすることで記憶を助ける方法が、覚え歌や語呂合わせなどを使った記憶術、ニーモニックだ。ピアノに吹いたトーンゴ全譜の戦場の音符を、いい子は全員ファッチもらっていいなどと覚えたのではないだろうか。実際の音符は E 音、G 音、B 音、D 音、F 音である。語呂合わせの文章にした方が単に EGBDF とアルファベットで覚えるよりも暗記も記憶をこじましやすい。文章と意味があるからだ。日常生活で使うちょっとしたリストを覚えるに役立つ。それほど面倒くさくない実用的な方法が場所法、別名記憶の宮殿だ。初期の人類にとって食べ物のありか、くし場所、そして住処に帰る安全な道筋を覚えておく記憶力は生徒に欠かせない大切な能力だったに違いない。幼児か80歳か、勉強が苦手な生徒が宇宙物理学者かを問わず、人間の物のありかをイメージで記憶できるように進化している。記憶の宮殿メソッドでは、もともと誰でも備わっている視覚イメージ操作と空間イメージ操作のスーパーパワーを使い、覚えたい対象を物理的な場所と関連づける。場所は宮殿にある必要はないが、あなたが知っている場所でなくてはならない。6. エピソード記憶。エピソード記憶はあなたが覚えている自分史だ。場所と時間に結びついた記憶で、人生経験のいつどこでに関する思い出である。食事、衛生習慣、家事、通勤など目覚めている時間のかなりの部分を占めているが、時間が経つとほとんど記憶には残らない。エピソード記憶は変わり映えのしないことには興味がないのである。人間は普通のよくある予期した通りの出来事の記憶は保持しない。こうした経験は今この瞬間が過ぎれば忘れられてしまう。脳は退屈でよく知っていることを記憶するのは大の苦手だが、意味のあることを、感情に訴えることを、驚いたことを覚えておく際には驚異的に欲望する。強い感情を伴うライフイベントは長い間記憶に留まりやすい。成功、失敗、恋愛、屈辱、結婚、この男女、死などだ。感情を伴う経験のエピソード記憶は、感情を伴う経験よりも記憶に残りやすいことを多くの研究結果が示している。一般的に言って、出来事の伴う感情が強ければ強いほど、記憶も鮮明で、最後までつぶさに覚えていることが多い。感情と驚きは、扁桃体の場合脳の部位を活性化する。扁桃体は刺激を受けると、海馬に強力なシグナルを送る。そこで脳は、あなたの経験を取り巻くコンタクトの詳細な情報をキャッチし、一つに結びつける。感情的な反応を引き起こす経験は、大抵は重要な出来事でもあるため、後に思い返すことが多い。感情に駆り立てられた意義深いこれらの経験談を回想し、語り直すことで、記憶はさらに強固になっていく。全く予想もしてこなかったことや、特に強い感情を伴う出来事を経験すると、フラッシュバルブ記憶として知られる記憶が形成されることがある。フラッシュバルブ記憶は、あなたにとって衝撃的で非常に大きな意味を持ち、恐怖、憤怒、悲観、歓喜、愛情などの強烈な感情を引き起こす、経験に関するエピソード記憶だ。驚くほど予想外で自分にとって重大であり、感情を大きく揺さぶられるこうした経験の記憶はいつまでも薄れることがないような前、何年経ってもすぐに思い出すことができる。フラッシュバック記憶の元となる出来事は社会的な事件や事故でなくてもよい。交通事故や親の死など個人的な重大事の場合もある。またネガティブで悲惨な出来事である必要もない。最も愉快エピソード記憶が一つ続きに連なって、あなたの人生という物語ができる。初めてのキス、決勝ゴールを決めて優勝した日、大学を卒業した日、結婚式、初めて買った家の引っ越し、大きな昇進を勝ち取った瞬間、子供が生まれた日、事前で記憶の各所に収められた意義深い瞬間は、おとぎ話のような幸せなものばかりとも限らない。記憶の内容はどんな人生や物語をあなたが積むかによって変わる。人は自らのアイデンティティや世界観を満足するような記憶を調度しやすい。いわば人生のハイライトフィルムだ。エピソード記憶の形成の保持には、感情、驚き、意味が必要である。だが世界にはこうした要素を書いていても、起きたことを覚えておける人は極めて少数なのが存在する。非常に優れた自伝的記憶を持つ人々は、小児期後期から人生で起きたことをほぼ全ての日付で詳細にわたって記憶している。HSAM を持つ人に、年月日を言うと、その人の人生に含まれる日であれば、数秒以内にそれが何曜日だったか、天気はどうだったか、その日自分は誰と何をしたか、自分の身の回りや世界で何が起きたか、それに対して自分はどう感じたかを答えてくれる。まるで魔法のようだが、これはカレンダー計算しているのでも、ニーモニックだの記憶術を使っているのでも、何か特殊なトリックを練習して身につけたわけでもない。
実は上半に優れた記憶力を発揮するサバンナ症候群とも違う。HSM を持つ人々は人の顔や電話番号を記憶する。配管庫に電話するのを覚えておく。鍵の置き場所を思い出すといった作業に関してはごく普通の記憶しか持たない。だが起きたことの記憶に関してだけは未だ説明のつかない超人的な能力を発揮するのだ。HSM を持たない大半の私たちは意義深いエピソード記憶とありふれたエピソード記憶の双方をどうしてうまく保持しているのだろう。今年のエピソード記憶を8個や10個より多く覚えておきたい場合、今から何かできることはあるのだろうか。ルーティーンからはみ出そう。行ったことない町に旅行に行く。家具の配置を変える。誕生日の半年後を祝う。新しいレストランで食事をするなどだ。週末に憧れの車をレンタルするのもいい。デバイス髪を離して顔を上げよう。現在成人のアメリカ人は何らかのデバイスの画面の前で1日平均12時間もの時間を過ごしている。睡眠時間を8時間とすると画面を見ないで過ごしている時間は1日たったの4時間だ。人生に起きていることは詳細にわたって豊かで現実味のある3次元の記憶として保ちたいのならデジタルの世界を抜け出し3次元の世界で生きなければならない。感じよう。感情を揺り動かされる経験は無感情の経験よりも記憶に残りやすい。起きたことをしっかりと覚えておきたいのなら自分の感情を解き放ってみよう。記憶を蒸し返そう。反復で記憶が強化される。起きたことを思い返し、そのことを電話で友人と話し、定期的に回想するようにすれば記憶の保持に役立つだろう。日記をつけよう。今日体験したことを一つでも日記に書き留めておけば、その経験は将来を思い出す確率上がるが、それだけではない。記録をつけた情報は、今日起きた他の出来事を思い出す手掛けとしても働くのだ。心理学者ウィレム・ワーヘナルは、6年以上にわたり日記をつけ、2402件のエピソードを記録した。その結果、毎日時間を過ぎて日記を記すだけでも、エピソード記憶を鍛えるの強力な方法となることが分かった。ワーヘナルは日記をつけただけで一度も読み返していないため、書き留めた時以外でリハーサルをする機会一切なかった。だが同僚が後日ワーヘナルの記憶力をテストしたところ、十分な手がかりを与えれば、ワーヘナルは過去6年間に日記に記した出来事のうち 80% を思い出すことができた。日記をつけると記憶力が上がったのではない。7、起きたことの記憶は間違っている。エピソード記憶は騙されやすく、聞かされた話をすぐ鵜呑みにしてしまう。形成されたばかりの記憶は感化やかけられない影響を極めて受けやすい。特に記憶がまだ固定化される長期記憶となっていない期間だとその傾向は顕著になる。想像力や試験、思い込みなどによって情報が加えられたり取り去られたりする。夢、本で読んだり人から聞いたりしたことを、映画、写真、連想、その時の感情、他者の記憶、あるいは外部からの単なる暗示によって記憶が変わることもある。記憶が保持されてもそれでエピソード記憶が修正されないわけではない。長い間保持された記憶は時の経過とともに劣化していく。物理的な神経回路が文字通り退縮して消えてしまい、起きたことの記憶の一部、また全ては消え去ることがあるんだ。しかも保持されたエピソード記憶を想起するために、私たちは高い確率で記憶を変えてしまう。新たな情報や文明化視点に照らし合わせて、記憶の底しかを省略し、あれこれを再解釈し、その他を歪曲させてしまうので、こうしてエピソード記憶を思い返すために、大抵の記憶は作り直されることになる。この後の展開はまた面白い。私たちはオリジナル記憶なく、変更されたバージョン 2.0 の記憶を再固定化し、再貯蔵するのだ。そして、さっき上昇からの記憶の初期バージョンは失われてしまうのだ。エピソード記憶は想起されるたびに分け保存され、次からは記憶を思い返す際、この新しい変更後のバージョンが呼び出されるようになるのだ。反復される他者と分かち合うこともあった記憶は、いずれご迷惑的になる可能性が高い。起きたことの記憶に関しては、脳がどれほど頑張っても不完全な記憶は精緻なところである。だがそれなら、フラッシュバルブ記憶はどうなんだろう。フラッシュバルブ記憶はありふれたエピソード記憶に比べ、何年経ったとも間違いなく鮮烈に思い出せるという実感がある。そのために私たちは、フラッシュバルブ記憶は耐久力や正確性に優れているに違いないという強固な確信を抱く。これほど割合と詳細にわたって思い出せるのだから、普通のエピソード記憶も真実に忠実にあるに受験を待っているじゃないかというわけだ。だがこの事情は誤りだ。フラッシュバルブ記憶も通常のエピソード記憶と全く同じように、不完全で歪んでおり、とんでもなく間違っている。8、ノートまで出かかっているのに。記憶障害の経験としては、最も一般的なものの一つが、この下すぎ現象と呼ばれる現象だ。単語を思い出そうとしても思い出せない。確かに知っている単語やフレーズなんだが、どうしても頭に浮かんでこないのだ。出てこない単語は忘れたわけではない。脳のどこに保持されているのか、呼んでも出てこようとしない気管棒の犬のように隠れていて、一時的に取り出さなくなってしまっているのである。下すぎ現象起きている最中に、問題の単語の一部が判明することもある。最初の一文字や音節の数などだけがわかるのだ。必死に思い出そうとしている単語と音や意味が似ているといった漠然とした関係性の単語が思い浮かぶ場合もあるかもしれない。問題の単語と淡い関係性を持つこうした単語を心理学者は醜い姉妹と呼ぶが、醜い姉妹に意識を集中すると残念ながらかえって状況悪化する。本物にたおとりに気をそらされて、漢字の単語でなく、醜い姉妹の方に互い神経回路に引き寄せられてしまうのだ。その結果、問題の単語を思い出そうとするたび、醜い姉妹が浮かんでくる羽目になる。下先現象に散っているときに問題の単語を示されると、それで合ってるかなと考えたり、検討や事実確認の時間が必要になったりはしない。探索は直ちに終了する。
通常したす原子の頻度が加齢とともに増加する。脳の処理速度が低下するためだろう。だが、年を取るとしたす原子に気づきやすくなる原因は、老化やアルツハイマー病が若い時に比べて差し迫った現実であるからだ。9、やることリスト。後でやらなきゃならないのに関する記憶を展望記憶という。この種の記憶はコロナ禍のタイムトラベルと言えるかもしれない。未来の自分のために今予定を立てているのだ。展望記憶は脳内やることリストであり、未来の時と場所で思い出せなきゃならない記憶だ。そしてこれは忘れやすい記憶でもある。神経回路はこの種の記憶の保持にさっぱり下ってくれず、うっかり忘れることがあまりにも多いため、展望記憶は記憶というより物忘れの一種と考えたくなることだ。展望記憶を忘れずに覚えておくためには、後で遂行する必要な行動や意図は、まずは今、記憶へと決めさなきゃならない。この段階で問題が生じることは滅多にない。今夜寝る前に、大学から帰省する娘の航空便を予約すること。はい、これでよし。私はこの予定を覚えておくよ。ちゃんと述べたのだ。予定の記憶はすでに脳内にある。ありとあらゆる種類の問題が発生しがちなのは、この後の第二段階である。私はこの予定を覚えておくということを覚えておかなきゃならない。だが人間の覚えておくことを覚えておくのは概してひどく苦手なんだ。老化した脳だけではない。例年かかわらず、あらゆる脳がである。娘の帰省日の予約は寝る前の歯磨きなどのように、身に潜ませた就寝前の習慣ではない。そのため、寝る前に娘の帰省日に予約することを思い出す機会となる5年間かかりを少なくとも一つ作っておかないと、航空便を予約する公算が高いのだ。展望記憶の早期はきっかけとなる外的な手がかりであるだ。手がかりには時間ベースのものがある。ある特定の時間や、あるいは一定の時間が経った後に予定の用事をしようと覚えておくのである。他に、事象ベースの手がかりもある。特定の出来事が起きたら予定の用事をしようと覚えておく方法だ。だが、この種の記憶は、用意した手がかりが今一つだったり、傷吹きの時に手がかりを見過ごしてしまったりすると、早期損ないことが極めて起こる。するつもりだったことを忘れてしまうのだ。それもしょっちゅう。過ちは人のせいだが、ことに展望記憶を頼りにした時が起こりやすい。だからこそ、展望記憶を助ける具が必要なのである。やることリストを作ろう。展望記憶を補助する外部の助けを作り出そう。目だけでは周囲がはっきり見えなくなったら、老眼鏡という外部の助けを借りて、この端子を補えばいいのである。やることリストは展望記憶にとって老眼鏡だと考えることができる。リストを作るのは恥でも何でもない。今計画していることを後になっても覚えておけるなどと思い込まない方がいい。おそらくそれは無理だ。潔く書き留めましょう。やることリストを作るだけで十分ではない。リストのチェックも必要である。カレンダーに予定を入れよう。ここでもやることリストを同様に、脳内のカレンダーを外在化するのがおすすめだ。明日の午後4時に会議に出席することを覚えておきたいなら、当てにならない展望記憶に頼ってはいけない。脳が予定を忘れてしまえば厄介なことになる。先々やらなきゃならないことは全部カレンダーに書くか、カレンダーアプリに入力する習慣をつけよう。その上で1日何度もカレンダーをチェックする習慣をつける。予定を明確にしよう。展望記憶に後で運動するなどと次のみやめよう。この意図を思い出させる特典の手がかりが一つも組み入れられていない。どんな運動、場所は時間は素直に言おう。後で運動することをあなたはきっと忘れてしまうに違いない。その代わりに、こう自分に言い聞かせるといい。正午になったらヨガに行くこと。これで侵入区でいう実行意図が形成された。さらに玄関にヨガマットを置いておこう。ヨガマットが視覚的手がかりになってくれる。カレンダーアプリに正午にヨガと入力し、リマインダーが11時45分になるようセットしておこう。絶対に見逃さない場所に手がかりを置こう。展望記憶の失敗を防ぐために持っていかなければならないものを決まって玄関に置いておく。必ず玄関でなければならないというわけではないが、これは理にかなった方法だ。忘れたくないものにちゃんと気づき、意図した行動を取るためには手がかりが適切な場所に置かれていることが肝心なのである。日課が狂った時は気をつけよう。私たちの多くは日課の一部を展望記憶の手がかりとして利用している。寝る支度を始めると歯磨きを思い出すといった調子だ。だがもし日課を飛ばしたり、一時的に日課が乱されたりして、頼りにしていた手がかりが変化するか、手がかりデータがなくなってしまった時は、よくよく気をつけた方がいい。朝の約束に遅れそうだからという理由で、今日に限って朝食を抜いてしまったあなた、心臓の薬を飲むのを忘れていませんか？日課が狂ってしまった時は必ずしばしば立ち止まり、その日課と結びついた展望記憶内の予定を変えたり抜かしたりしていないか考えてみるといいだろう。10、記憶の敵は時間。記憶の最大の敵は時間だ。記憶を形成し保持するだけでは十分ではない。いくら経験に注意を払い、そこからいくつかの感覚情報や感情を呼び出し、それらを一つの記憶をまとめ上げ、その記憶を経験で活性化されたニューロン間のジェラマス結合の変化という形で調動しても、それだけは時間の経過には抗えないのである。記憶を思い返さず、埃をかぶった古いトロフィーさながらに大脳皮質を棚に置きっぱなしにしていると、記憶は時の経過とともに劣化していくのだ。学習内容を保持するために意図的に努力したり、計画的な戦略を用いたりしない限りは、経験したことの大半を人はほとんどすぐに忘れてしまう。だが、即座に急激な落ち込みを見せた忘却曲線は、その後は欲張り状態となる。記憶は初期に大幅に失われるものの、覚えている一部の内容はその後も保持されるらしい。例えば、高校で習った外国語卒業は一度も口にしないとする。使わないで言うと、1年も経っては習ったことの大半を忘れてしまうだろう。だが、冒険の度合いはそこから横ばいとなる。かろうじて残った外国の記憶は、その後50年の間、脳内に留め続けてもおかしくないのだ。
一部であれ、全部であれ、記憶が最終的に消えてしまうかどうかは、脳内に収納された情報をどうするかによって変わってくる。記憶に及ぼす時間の影響に抗うには、主に二つの方法がある。反復することと意味を付加することである。脳内に貯蔵できた情報を保持したいなら、絶えず活性化を行うことだ。情報を思い返し、反復練習し、繰り返そう。反復を続け、過剰学習の段階まで到達すれば、時間の経過で失われる記憶の量を大幅に減らすことができる。11、忘れられる幸せ。忘れることは極めて重要だ。不必要で無関係で邪魔な記憶、中でも辛い記憶は、私たちの心をかき乱し、失敗を記憶し、憂鬱な気分に陥らせる恐れがあるが、そうした記憶を排除できるというのはありがたい仕組みだ。記憶を作るには情報を近くし、注意を払わなければならない。したがって、意図的に暴挙する方法の一つは、そもそも決めの段階で注意を払わないというものだ。目をそらす、聞かない、意識をよそへ向ける。そうすれば情報は決めされない。あえて注意を他へそらすというのは、経験や情報の記憶が保持されないようにするための非常に効果的な方法である。ではすでに固定化のせい、長期記憶として保持されかけている記憶を忘れたいときはどうすればいいのだろう。あの場所には行かない。あの記憶のことは考えず話題にしない。うっかり反復練習しないようにする。イライラする CM ソングを口ずさみ始めていることに気づいたらすぐやめよう。他のことを考えるのだ。放置されればされるほど記憶が弱まり忘れられていく。12、正常な老化現象。年齢を重ねるにつれ外見や体の機能にあまり嬉しくない変化が起きる。白髪が増え、目地にシワができ、眉間には残酷のような深い水が刻まれる。記憶の卓に印刷された選択表示や老眼鏡がなければやめず、毎年出場している5キロのランニングレースのタイムは去年より1分遅くなった。そしてもちろん記憶力にも以前のように力強さは感じられない。控えめに言ってもだ。年を取ったからといって記憶力が一律に減退するわけではない。例えば、加齢の体感はまっすぐ目を入れては起きない。50になっても自転車の乗り方は忘れないし、90になっても脳の疾患や外傷さえなければ、着替えの仕方、食事の仕方、電話の使い方、孫へのメールの仕方、本書の読み方を覚えている。だが、やり方は分かっていても、遂行する能力が以前のようにいかなくなるかもしれない。年を取れば筋力が弱まって柔軟性を失われ、反応時間は長くなり、視力や聴力も若い頃に劣ってくるだろう。習い覚えたやり方は忘れない。ただ、年老いた体が覚えた動作に耐えられるかは問題なだけだ。一般的に低高齢者は、意味記憶の貯蔵量は若手の成人よりも多い。加齢とともに知識が増える。年を取っても人間は意味記憶を固定化し、貯蔵することができる。年を取り、自由再生能力が2億に落ちてきたと実感があったとしても、ありがたいことに、記憶の再認能力や親近さを得ることはない。再認能力が低下したということは、その意味記憶の情報は数十年経ってもしっかりと脳内に保持されており、加齢によって消失されないことを意味する。出てこない単語は頭の中にあるんだ。ただ、年齢を重ねると要求のうち情報を引き出すのはより困難なんだよ。エピソード記憶を再生する能力も通常は加齢とも低下する。ただし、年を取ると起きたことを忘れやすくなるが、覚えていることに関しては若い人と比べて記憶内容の性質に違いはない。では、展望記憶かどうか。後でやるつもりのことを過失に覚えても能力をかけては、私たちはいずれもかなりお粗末なのだ。50の坂を越えると、このパッとしたい乗り重ねる悪化の一途をたどる。だが何歳だろうと、後で思い出さなきゃならないことをメモしておくのは、記憶力減退の証拠でも恥でもない。分別がというだけだ。ワーキングメモリもオインループと視空間スケッチパッドの双方が加齢とともに如実に低下していく。電話番号や Wi-Fi のパスワード一気に伝えられると、40歳の時より60歳の時の方が、その情報をワーキングメモリに保持していくのは難しいだろう。年を取ると、今年知ったばかりの情報が消え失せまで時間が早まるのである。脳の処理速度は通常30程度と取り始める。新たな情報の学習や保持した情報の送金により時間がかかるということだ。注意力を持続する能力も加齢とともに低下する。したがって30歳の時より50歳の時の方が気が散るような刺激を遮断しづらくなる。新たな記憶は注意を払わないと形成されないことから、注意力を減退すれば記憶力も損なわれることになる。年を取ると一度に2つ以上のことに注意を向けるのも困難になる。同時に2つの出来事が起きている場合、双方とも覚えておくのが難しいのはもちろん、どちらか片方も覚えておけないようになる。さらに、もともと関連性のない複数の情報を新たに関連づけて記憶するのも難しくなる。猿、バナナという組み合わせは若い人と同じように思い出しても、猿、飛行機という組み合わせは覚えづらくなる。高齢になると、思い出にはバラエフィルターがかかるようになり、良いことを覚えておき、悪いことを忘れる傾向が強まる。13、アルツハイマー病。アルツハイマー病の分子レベルの原因は未だ議論の的だが、大半の神経科学者はアミロイド β と呼ばれるタンパク質が蓄積して、シナプスにプラークという沈着物を形成し始めることで病気が発生すると考えている。最初期の段階では自己症状は何もない。一見無害なものアミロイドプラークの蓄積が転換点に到達するまでや15年か20年の歳月がかかると考えられている。せめてもの救いは脳内でアルツハイマー病が進行するまでは非常に長い時間がかかることである。だが悪い知らせもある。あなたが40歳以上ならおそらく今まさにあなたの脳内にアミロイドプラークが蓄積されつつあるはずだ。アルツハイマー病は会話で始まる。新たな記憶を形成し、意識的に保持するのに欠かせない脳の部位だ。アルツハイマー病の初期症状はしばしば今日、時には数分前に起きたことを忘れている記憶障害であること。また、アルツハイマー病の患者が同じ話や質問を何度もクリアするやそこにある。こうした短時間での物忘れは正常とは言えない。
すでに形成された古い記憶は未だ保持されている一方で、通常なら海馬で流す記憶として固定化され、後に早期で来るはずの新たな情報が失われているのだ。アルツハイマー病の患者はわずか1時間前にとった昼食の内容を忘れる場合があるが、その反面、60年前の小学校登校時の思い出話を詳しく披露することができるんだよ。アルツハイマー病の患者は次第に極力シンプルなタブを使うようになっていく。スーツケースやテレビのその道カバン、書類の塔は紙やあれと呼ぶのだよ。こうした普通名詞が出てこなくなったら、それは真空で重大な印象だ。悲しいことに、アルツハイマー病は会話だけにとどまってはくれない。次々に他の能力にも侵食していくのだよ。空間情報処理を司る頭頂にまで病変が及ぶと、患者は慣れ親しんだ場所でも道に迷うようになる。アルツハイマー病は人の進化によって最後に果たした部位である。前頭葉及び前頭前野神経回路の働きも阻害する。これらの能力は病魔に侵されると、論理的思考、意思決定、計画立案、問題解決といった機能が低下する。この段階に至ると、注意力の低下かかる記憶障害も見られるようになる。患者は次第に鍵、財布、スマートフォン、メガネ、ノートパソコン、現金などを置き忘れるようになる。探していた鍵は玄関のサイドテーブルの上やコートのポケットに見つかるようなその忘れはおそらく正常だ。あなたのアミロイドプラークの蓄積量はまだ危険な敷地には達していない。ではもし冷蔵庫で鍵が見つかればこちらは少々心配な話だ。さらに見つかった鍵を見てこれ何に使うんだっけと一瞬わからなくなるようであればそれは正常な老化の基調ではない。鍵の用途を忘れるというのは意味記憶の障害だ。記憶システムに生じた認知症の症状かもしれない。アルツハイマー病は気分や感情をコントロールする能力である。扁桃体と大脳辺縁系の機能も少ない。そのために患者は悲しみ、怒り、性欲などの調整が効かず、抑制できなくなることがある。さらに、アルツハイマー病は、マッスル病を宿す神経回路も蝕んでいく。こうなると、患者は物事のやり方を忘れるようになる。アルツハイマー病は、やがて最も痛ましいと思い、記憶障害が生じる。既に受動された古い記憶を宿す神経回路が破壊されるのだ。14、文脈で覚える。記憶再生時の文脈が記憶形成時の文脈と一致すると、非常にたやすく早く、より完全な形で記憶を想起できる場合が多い。この現象は、展望記憶、エピソード記憶、意味記憶、マッスルメモリーいずれでも起きる。学習と想起は同じ条件の下で行えると、誰でもより正確に記憶を思い出しやすくなる。卒業した小学校や幼少期に住んでいた家や地区を再訪したところ、突然その頃の詳細にわたる鮮明な記憶が蘇ってきたという経験はないだろうか。例えばあなたはバーモント州の田舎の農場で育ったが、今55歳の会社役員で、マンハッタンの30階のオフィスで勤務しているとする。仮に私はそのオフィスで10歳の時の思い出を尋ねても、おそらく大した話は出てこない。今のあなたが当時の文脈から外れてしまっているために、すぐに思い出は浮かんでこないのだ。だがあなたと私とで北に向かってドライブし、故郷の街を訪れてみたらどうだろう。きっとあなたは盛りだくさんの思い出話を語ってくれるに違いない。食い書き、しだれ柳、路傍の標識、ミセスデリーのお宅、赤い農屋、そうした文脈が故郷で固定化されたものを長らく忘れていた記憶の想起を鳴らし、3、40年、いや50年もの間は考えもしなかった思い出を蘇らせたのである。こうした記憶を文脈依存記憶という。だが、この場合の文脈とは記憶の形成時や想起時にいた場所のみを指すのではない。誰といたか、時刻や日付、天気なども文脈である。外部の状況のみにとどまらない。感情や体調が文脈となる場合もある。その時の気分に合致する記憶は想起も容易だ。気分がいいと楽しかった記憶を、気分がめいっていると惨めな記憶を思い出しやすい。パートナーに腹を立てているときには、相手に関する嫌な記憶が次々に浮かんでくる。そのリストは長く思い出すのも容易だ。一方、恋に落ちているときには、相手があらゆる意味で完璧に思える。15、ストレスの影響。ストレスは記憶力にとっていいのか悪いのか、時と場合によるというのが答えだ。今、あなたの頭の中に宿る思考は、心身を気にさらしているかもしれない。思い出し、想像し、反芻し、気に病むことが可能なために、心の中で命からが逃げている最中かもしれないのだ。時には確実性、予測可能性、社会的支援、帰属意識などが十分でないと感じるだけで、心身的ストレスが生じる場合がある。認識あるいは、予測したストレス要因が実際に起きなかった場合でも、想像するだけで、脳と体センサー反応を体験している。交感神経系で起きる放射急性ストレス反応を、闘争反応という。脅威を感じる困難な状況を感じ取ると、扁桃体が立ち、視床下部に警告のシグナルを送る。視床下部が神経伝達物質を通じてそのシグナルを下垂体に伝達すると、下垂体が血流ホルモンを分泌される。すると、血中のホルモンが腎臓の上に副腎働きかけ、ストレスホルモンを分泌するという指令を出すのである。副腎から分泌されるストレスホルモン代表が2つが、アドレナリンとコルチゾールだ。アドレナリンは即効性あるが、短命の非常警報装置で素早い行動を取るよう、脳と体を総動員する働きがある。アドレナリンは心拍数を上げ、呼吸数を増加する血圧を上げ、細胞の増殖や消化といった緊急性のない全ての活動から血流とエネルギーを引き上げ、手足に血液とエネルギーを送り込む。五感を鋭敏にし、集中力を高める一方、考える能力を抑制する。メリットとデメリットをじっくり比較検討したらせず、直ちに反応するためだ。
アドリナリンがものの数秒で現場に到着するのに対し、コレステロールが最も分泌されるのは、ストレッサーが現れてから15分しないし、1時間だったことである。コレステロールはストレスのかかった状況に体が反応できるよう、エネルギー源となるグルコースの生成量を増やす働きをする。重要なのは、コレステロールはストレス反応全体を終わらせる働きもすることだ。ストレス反応は本来一時的なもので、素早く発動させて素早く停止する。生存に適応した生理的状態である。差し迫った脅威や困難に対応するため、脳と体を総動員する機能だ。これは決して悪い仕組みではない。それどこか通常の日常生活を耐えかなく送るためには、ストレス反応を欠かせないのだ。では、急性ストレスを引き起こすストレスターは記憶にどのように影響を及ぼすのだろうか。一般的に言えば、急性ストレスは新しい記憶の形成を促進する。第一にストレスが突発的に高まると、記憶の形成に欠かせない注意力が増大する。第二にアドレナリンとコルチゾールは脳と体を総動員して素早い行動に備えるが、それだけでなく、扁桃体でノルドナリンと呼ばれる神経伝達物質の分泌を活性化する。これにより、扁桃体が海馬にシグナルを送られる。場合によっては、コルチゾールが海馬に受容体に直接働きかけ、記憶の固定化を促進することもある。つまり、ストレスのかかる出来事が一つだけの場合は、ストレスは記憶の形成を促進すると言える。だが、急性ストレスにさらされると、新しい記憶の形成が促進されるとは言っても、あらゆることを鮮明に覚えておけるようになるわけではない。闘争反応が起きている間は、五感と注意力が鋭敏にはなるものの、注意の対象が狭まるため、記憶の固定化の際に入手できるディティールも減る。したがって、ストレスのかかる状況の静かなす情報 の記憶は強化する一方で、周辺的な細かい情報の記憶はかえって曖昧になるんだ。一時的なストレスで新たな記憶の形成が促進される一方で、ストレスによって既に蓄えた記憶を想起する能力が阻害される場合もある。期末試験で勉強を得たばかりだとしよう。試験範囲は完璧に覚えた。絶対に A を取れると自信もある。だが、教室に向かう途中であなたはにわかに不安になってくる。心臓は早が寝落ち、手にはじっとりと汗がにじみ、いやきりきりと痛み出す。試験問題の第一問目を読んだ途端、頭は真っ白になる。確かに答えは知っているはずなのに、思い出せないのだ。そして答えが出てこないということで、さらにストレスは倍化していく。つまり、一時的で過度なストレスは、記憶の形成を促進するが、早期は阻害するということだ。日常的に絶えずストレスを抱えている場合はどうなるのだろう。慢性ストレスは記憶力を良くすることがあるのだろうか。答えはノーだ。それどこか、寒暖なく続くストレスは、記憶にとって100があって一理なしなのである。慢性ストレスのせいで、頻繁に扁桃体に警告シグナルが出されると、脳の思考する部位ではなく、原始的で情動を司る部位に多大な時間やエネルギーが費やされることになる。ストレスで前頭前野の働きが抑制され、考える能力が阻害されるのだ。さらに懸念すべきことに、常にストレスを抱えていると、海馬の乳量が徐々に失われていく事態に陥る。対処不能なストレスを絶え間なく経験していると、やがて海馬は萎縮する。記憶を固定化できる乳量の数が減り、新たな記憶を形成する能力も阻害されるのだ。16、睡眠を取ろう。睡眠は健康を保ち、生き残り、最高の機能を発揮するために欠かせない、生物学的に忙しい状態である。睡眠不足になると、心臓病、がん、感染症、精神疾患、アルツハイマー病、記憶障害を発症するリスクが高まる。記憶に関しても、睡眠は様々な面で重要な役割を果たしている。まず、注意を払うためには睡眠は欠かせない。十分な睡眠を取らないと、翌朝デスク向かう前頭葉の足取りは重く、集中力が散漫になる。新たな記憶の決め必要な注意を払うためには、十分な睡眠によって、前頭葉の乳量が油断なく活発で、働きままの状態になってもらわねばならないのである。だが、睡眠は注意力の向上など、かすんでしまうほど重要な影響も記憶に及ぼしている。新たな記憶の保存ボタンを押しているのは睡眠なのだ。記憶は睡眠中に2つの段階を踏んで保存される。まず、起きている間に経験したり学習したり、あるいは反復練習した際に生じた固有の神経活動パターンが睡眠中に再活性化される。この神経活動の再現によって、ニューロンの欠損が助けられ、情報を1つの記憶にまとめ固定化が促進されると考えられているのだ。それどころか、睡眠中の固定化プロセスで起きた神経活動の再現の量は、目覚めた後に思い出せる記憶の量と相関するのである。新たな記憶の固定化は睡眠によって促進され、睡眠不足によって阻害される。睡眠を取った場合と同時間起きた場合の記憶の早期を比べると、眠った後の方が単語リスト、対連語学習、パターン、教科書の情報、前日起きたことのいずれにおいても 20% か 40% 早期生成が向上することが分かっている。記憶能力が向上するのはエピソード記憶と意味記憶だけではない。睡眠によってマスメモリも最適化されるのである。17、アルツハイマー病を予防するには、アルツハイマー病最大の発症リスクは加齢である。アルツハイマー病が原因の記憶障害は65歳未満で稀だが、それ以降の年齢では急激に多くなる。アメリカでは65歳以上の10人1人はアルツハイマー病患者だ。85歳以上では3人1人が患者だが、その数は急速に半数に近づいている。2人に1人が患者となるのだ。アルツハイマー病は正常の加齢の一環ではない。純粋に遺伝だけが原因の家族性アルツハイマー病を発症するのは患者の 2% に過ぎない。アルツハイマー病の 98% は遺伝と生活習慣が組み合わさって起きる。遺伝因子はいかんともしがたいが、生活習慣によってアミロイドプラークの蓄積を劇的に減らせることはすでに科学が明白に証明している。
アルツハイマー病はある日突然発作用する疾患ではない。アミロイドプラークが蓄積し症状が現れるのは15年か20年の歳月がかかる。ということはつまり私たちは予防の方策を実施する時間がたっぷりあるということだ。まずは食事と飲み物から見直してみよう。薬の研究で明らかになったところによれば、中外食や MIND 食の食材を食べている人はアルツハイマー病の発症リスクが3分の1ないし2分の1も低かったという。中外食と MIND 食に共通する食材は葉物野菜、明るい色のベリー類、ナッツ、オリーブオイル、全粒穀物、豆類、魚である。コーヒーはある長期中断研究によれば、中年期に1日3杯から5杯のコーヒーを飲む習慣があるとアルツハイマー病の発症リスクが 65% 減少するという。だがこの結果をもたらしたのがコーヒーに含まれるカフェインか抗酸化物質かインスリン抵抗性の影響があったせいか血液の脳化に変化を生じさせるのかあるいはそれ以外の原因なのかは分かっていない。紅茶や緑茶などのお茶に同じ効用があるかも不明だ。今のところアルツハイマー病予防策のリストにコーヒーも付け加えてさそうだ。ただし最後のラテを飲む時間帯には気をつけよう。コーヒーにあるかもしれない効能が寝不足によって打ち消されてしまってもどうもかない。慢性的な睡眠不足がアルツハイマー病の重要な危険因子である。アルツハイマー病の発症リスクを下げる対策を一つだけ取りたいのは運動することだ。人を対象とした多くの研究において有酸素運動は認知症の発症リスクを優位に低減させており、動物モデルではアミロイド値の低下を見られている。毎日早歩きをするだけでアルツハイマー病の発症リスクが 40% 低減したとする研究結果もある。これは軽視できない影響力である。体を動かしたり頭を使ったりすると海馬で新たな有料の成長が促進されることが分かっている。海馬は記憶の形成に不可欠な部位でありアルツハイマー病で最初に損ねる部位でもある。反対に長時間座ったまで認知活動を行わない状態は脳の萎縮と相関することが判明している。そして萎縮した脳は大きな脳より記憶力で劣る傾向がある。アルツハイマー病による記憶障害の予防策として最後におすすめなのが新しく何かを学ぶことだ。アルツハイマー病の症状は最終的にはシナプス損失で生じる。新しいことを学ぶたびに新たな神経回路、新たなシナプスを作り出し強化してみる。アルツハイマー病で病変が生じていたとしてもまだダメージを受けていない神経回路を動員することで抵抗力を持つことが可能になる。新しいことを学ぶとこうした神経回路、つまり認知予備能を作り出せるのだ。そういえば新しく学ぶことはできるだけ意味豊かで景色、音、演奏、感情などを伴うものであることが望ましい。チャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。